武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は昭和大学医学部の生物の問題について話していきたいと思います。生物ですが、時間が2科目で140分ですね。で、大問が4題、出題されております。で、ここの生物はですね、かなり難易度というか聞いてくることが細かい、問題が出てきます。で、問題集やってるだけだとなかなかお目にかからないというか、まあ、資料とか講義とかを隅から隅まで読んで、こんなのいるのかよみたいなところを、まあ、わざわざ聞いてくるみたいな、ものも出ますので、かなりその講義系参考書や資料の読み込み、使いこなしっていう部分を、重視して学習した方がいいと思います。なので問題の難易度、という意味だとは、できれば、もう本当に東大レベルとか、難関の次第医学部レベルの問題演習ちゃんとやっておいてですね、最強問題集とか、あの辺ですね、たもので、しっかり演習をしておいた方が、いいかとは思います。で、まあ、論述に関して、量は多いですが、一個一個の字数はそれほど長くないものが、多い形なので、論述専用の参考書などでやる、というよりは問題集の中でしっかり、身につけていければ、いいかとは思います。ただ最初に過去問に入った時点で割と面食らう問題が先ほども言ったように多いかと思いますので、それをどこまで調べれば載ってんのかとか、どうすれば、身につくのかってことを一旦過去問を挟んでですね、理解した上で知識の入り直しをするという形でやっておいた方がいいかとは思います。で、まあ、医療系と関わるテーマの部分も多いので、まあ、英語や小論文などでそれに関わる話も多少なりとも触れる機会は多いかと思うので、そういった部分での知識の補強も合わせてやっておくといいかとは思います。以上が生物の勉強となります。